お願いします。こちらディズニーアニメーションイマーシブエクスペリエンスのポスターですね。なんかこう現実とアニメーションが融合する感じっていうのがこのポスターですごく伝わる最高のポスターだと思います。本当に飛び上がるほど嬉しかったですね。このイマーシブエクスペリエンスが今はあのカナダのトロントの方でやってるんですけれども、その映像とかを見てたんですよ。わ、絶対行こうって思ってたものをこんなにすごい素敵なものなんだっていうのをお話しできるチャンスをもらえて最高に嬉しいですね。もうイマーシブっていうのが没入、これがすごく大きなキーワードになっているんですけど、アニメーターたちが描いた、そしてディズニーのこの歴史の中にダイレクトに潜っていく、深い深い没入感を感じることができる体験、すごい特別な時間になると思います。いやー嬉しいですね。世界中の人たちよりも一足先に体験できるっていうのは最高に嬉しいですし、また会場が変われば感じ方も違うでしょうから、世界の人たちも注目してるんだろうなと思ってます。ディズニーの根源ってアニメーションなんですよ。今回その根源に触れる機会になると思うんですね。キャラクターたちが見てきた景色だったりとかっていうのは、僕らやっぱりスクリーンのこっち側、客席に座って、あ、キャラクターたちはこういう景色を見てるんだなって感じるんですけれども、今回ダイレクトにキャラクターと同じものを見る、同じ世界の中に自分たちがいる、スクリーンの向こう側に行く機会を与えてもらったんですね。全てのディズニーファンたちが求めていた体験が待ってるんだろうなって、今からちょっとワクワクしますし、早く体験したいですよね。グッズですかね。今回ね、持ってきてくれたのがこの、なんていうんですかね、全力でこのイマーシブエクスペリエンスを楽しむ、この思い出を持って帰ってもらえるっていうグッズだと思うんですね。これを買うために今まで仕事頑張ってきたんじゃないかなっていうくらい、多分買っちゃうんじゃないかなと僕思ってます。ちょっと長いレシートになるかなと思っています。僕自身何度も行くだろうなと思ってるんですよ。それが多分最初の感動ってすごいんですよね。ですごいテンションが上がってしまって、舞い上がって楽しい最高の1回目になると思うんですよ。でもキャラクターと共に景色を見るのであれば、キャラクターたちにとってはそれが日常の景色であって、少し平常心でこの景色を見てみたいって思った時に、2回目3回目が一番素敵な体験になるのかなと思うと、何回でも行けるチケットはありがたいですね。ディズニー社がやることって王道だって言われることが多いんですよね。でもディズニーがチャレンジしたことが後々王道と呼ばれるようになるだけで、いつの時代も挑戦的、挑戦し続けたからこその100年だと思うんですよね。で、今回のこのイマーシブエクスペリエンスも挑戦だと思うし、新たなものを見せる、だからこそずっと続いていくっていう、多くの人が今までディズニーアニメーションを見てきて、その世界に行ってみたいと思ったと思います。ついにそれが叶う日がやってきました。スクリーンの向こう側、皆さんぜひ共に体感しに行きましょう。ディズニーアニメーションイマーシブエクスペリエンス、4月29日から六本木モリアーツセンターギャラリーで開催です。お楽しみに。ディズニーアニメーションイマーシブエクスペリエンス、チケット好評発売中。